日本福島県藍津若松市城前城前は、福島県藍津若松市の町。郵便番号は965-0803。藍津若松市市街地の中部に位置しており、若松城北側を町域とする。町名は、前述のように、若松城の前に位置することによる。藍津盆地南東部に位置する藍津地方の中心都市、藍津若松市の北西部に位置する。 周囲の地域とともに阿賀川の支流、湯川、瀬瀬なぎ川などやその支流により形成された、戦場地上に発達した藍津若松市の中心市街地を形作る。東は花春町、宝町、西は大手町、東栄町、南は上東町、北は都の町に接する。1384年、小田垣に足の直森が東、黒川間を築いた。 これが後に黒川城、小高城と言われるようになる。その後、伊達政宗の入城、欧州市置を経た後、賀宇氏里により黒川が若松と改められ、1593年には城の改築を始めた。これによって完成したのが天守閣、前田出矢倉などを備える城で、この際に内外の閣も作られた。また、1640年、 加藤明成は、城の追手を北にしたほか、天守閣を五層に改めた。江戸時代、現在の城前周辺には、横通り、本町などの町があった。このうち、横通りは若松城下閣内北部に位置しており、有通寺町通りから三日町通りを経て、宝石寺通に至る南北八条の通りであった。城閣街との間には、宝石、寺口、甲賀町口、南町口、 大町口などが設けられていた。このうち、放射寺口は閉ざされていたほか、甲賀町口は大手口で通常閉ざされていたとされる。その他、町奉行屋敷も甲賀町口などに置かれたとされている。1868年9月22日、母親戦争の戦いの結果、若松城は開城し、現在の城前周辺はほぼ消失した。明治時代に入ると、 民政取締所、民政局による統治を経て、1870年に若松県が置かれたほか、江戸時代からの若松城下の町は再編され、本町、米台、小田垣、王道、権現下角に加えて、小田町、半米町のそれぞれ一部が合わさり、若松栄町となった。栄町の町名は、戊辰戦争により、周辺の地域が大きな被害を受けたため、 以後栄えることを願いつけられたものされている。また、若松県庁が城内に置かれていた時期があったほか、1875年、新政府の方針により若松城は取り壊されている。その後、1877年に、旧来の福島県、岩前県、若松県が合併されて、福島県となったことから若松県は廃止されたほか、1889年に、 町村制の施行によりそれぞれ若松町内の町名となる。1889年、合わせて若松栄町は栄町の町名となり、1899年には若松町の市政施行により若松市の町名となる。1955年、当時の若松市と高野村、一木村、高座市村、門田村、東山村、大戸村、港村が合併。 藍津若松市となったことから、以後栄町は同市の町名となる。その後、1960年代に藍津若松市の住居表示が実施され、現在の城前周辺も対象となる。そして、1965年、旧栄町の一部により城前が誕生する。2017年8月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 町域南側を通る会津若松市道などで、会津乗り合い自動車によるバスが運行されているほか、観光向けのバスとして運行されている、ハイカラさん、赤部、エモ、町域を経由している、路線バス等の系統。ありがとうございます。